この路線は今では超有料路線です。しかしもともとは JR から見捨てられた路線でした。皆さんこんにちは、コツアツ鉄道チャンネルへようこそ。2005年に開業したつくばエクスプレスは、東京と茨城県の学術研究都市であるつくば市を結ぶ路線です。新規開業路線であることを生かして踏切を一切なくし、さらに開業時から全駅にホームドアを設けており、それによって全列車が最高速度時速130キロ近い速度まで出す通勤列車としてはかなりの高速運転を実現しながら、全列車運転士のみ乗務のワンマン運転も実現しています。しかしこのつくばエクスプレス、実は JR のとある路線の支線になる予定だったのです。一見 JR と関係がなさそうに見えるつくばエクスプレスですが、なぜ JR が関係するのでしょうか。今回の動画ではつくばエクスプレスと JR の関係を説明したいと思います。それでは本編へどうぞ。つくばエクスプレスの概要。東京秋葉原と茨城県つくばを結ぶつくばエクスプレスは、途中経路に北千住や南流山、守谷などを含む全長 58.3km の路線です。つくばエクスプレスの最大の特徴は、 JR 以外の在来線の一般列車では最速となる時速130キロ運転を行うことです。この速度を一般列車で出す路線は JR 線以外では他に存在しません。つくばエクスプレスが開業した2005年まで茨城県つくば市は鉄道が通っていなかった上に、東京までは高速バスつくば号を利用するか、 JR 常磐線や関東鉄道の駅まで移動して向かわなければならず、交通の便が不便な地域でした。しかしつくばエクスプレスの開業によって、最速達種別の快速を利用することによって、東京都心部とつくばが1時間未満で結ばれるようになりました。つくば市以外の沿線地域でも、特に交通の便が不便だった千葉県流山市や埼玉県八潮市などの地域が発展し、駅周辺には新たな住宅地やマンション、そして大型のショッピングセンターが建設されるなど、目まぐるしい変化を遂げています。それに伴って年々乗客数、沿線人口も増加し、たった20年未満で首都圏随一の有料路線に成長することができました。つくばエクスプレスが常磐線やその他競合交通機関に与えた影響は？つくばエクスプレスの開業は、同じ東京都心から茨城県を結ぶ競合交通機関にも大きな影響を及ぼしています。例えばつくばエクスプレスとほぼ並行する形で走っている JR 常磐線は、上野から取手間を中心に快速電車の減便が行われました。特に緑色の電車で運行されている取手までのいわゆる緑快速は、つくばエクスプレス開業後の2006年3月のダイヤ改正以降減便され、その減便に合わせて新型車両の導入数も削減され、車両数自体が減らされました。また同時期に常磐線では取手以北の区間まで直通する、いわゆる青快速、中電などと呼ばれる普通列車では、従来から走っている国鉄型の415系などの取り替え目的で、2005年から新型車両の E531系を導入。 E531系は415系の最高速度である時速100キロよりも速い時速130キロでの高速運転が可能な設計とされました。この高速性能はつくばエクスプレスの対抗策として設定され、高速性能をフル活用した
特別快速の運転を開始したほか、普通列車のスピードアップも図られています。さらに2007年には普通列車グリーン車サービスも導入し、追加課金こそ必要ですが、サービスレベルの向上を図っています。ただし特別快速については、つくばエクスプレスと離れた地域と走っていることもあってか、利用率はあまりよろしくなかったようで、2022年3月12日のダイヤ改正にて、それまで6往復程度を維持していたものが2往復に減便されています。他にも関東鉄道常総線の沿線から東京都心部へ行くには、今までの場合終点の取手駅で常磐線に乗り換えて日暮里上野方面へと向かうルートがメインでした。しかし途中の守谷駅でつくばエクスプレスと乗り換えが可能になり、それを受け取手乗り換えの常磐線利用ではなく、守谷乗り換えのつくばエクスプレス利用へ移りました。常磐線とつくばエクスプレスが接続する北千住までの時間で、取手から常磐線利用だとだいたい25分から35分程度なのに対し、守谷からつくばエクスプレス利用であれば20から30分程度で、現在の所要時間で見ても時間面でつくばエクスプレスが優位にあります。そのためわざわざ取手まで出て常磐線を利用しなくても、途中の守谷まで乗車した上でつくばエクスプレスを利用した方が利便性が高い地域も出ました。これが何を意味するのかというと、乗客おのおのの乗車距離の減少による客単価の減少、すなわち減収です。さらに守谷や三街道周辺の地域からは、自家用車などで直接守谷駅などへ向かってつくばエクスプレスを利用するケースもあるようです。それがゆえに客単価減少だけでなく、利用者自体も減少してしまったため、常総線の運行に関する合理化及び運賃値上げなども余儀なくされています。また鉄道だけではなく、高速バス関連でもつくばエクスプレス開業による影響は大きかったです。東京駅とつくばを結んでいる高速バスつくば号は、全盛期には東京駅発の高速バスとしては最も多い平日88往復で運行されていた時期がありました。当時都心からつくばへ行く交通手段は実質つくば号一択だったこともあってか、長蛇の列ができていたこともあったようです。全盛期にはドイツネオプラン製の大型2階建てバスメガライナーが特任を受けて使われていたこともありました。余談となりますが、メガライナーはつくばエクスプレス開業後、つくば号の利用客が減少したため、つくば号から撤退しています。その後のメガライナーは東京から大阪間の夜行高速バスへ転用されましたが、火災事故を2度起こしたことから早々に撤退。火災事故に遭っていない車両に関しては本国ドイツへ返却されています。また戦前には京成電鉄がつくばエクスプレスとほぼ同じルートの路線を計画していました。こちらについては上記の動画で詳しく解説していますので、ご参考にお願いします。そんなつくばエクスプレスですが、もともと第三セクター方式の路線となる予定ではなかったのです。その理由は、同じく東京都心から茨城方面へと向かう JR 常磐線の支線として建設される予定だったからです。一体なぜ JR 常磐線の支線ではなく第三セクター路線になったのでしょうか。なぜつくばエクスプレスは常磐線になる予定だった。ところでなぜつくばエクスプレスはもともと常磐線になる予定だったのでしょうか。今から約50年近く前の昭和40年代から50年代、当時の首都圏は人口増加が著しく、都心郊外の近隣県にも住宅地が造成されていました。もちろん茨城県もその煽りを受け、都心に近い南部を中心に宅地開発が進んでいました。
南部のつくば市には筑波大学や国の行政機関、企業の関連施設などがある筑波研究学園都市があることから、都心直結の鉄道路線が昔から望まれており、1978年には茨城県によって第二常磐線構想が発表され、1985年の運輸政策審議会答申第7号ではより詳細に第二常磐線構想が練られます。この当時は東京駅から守谷を経由し、筑波研究学園都市へと向かう路線とされています。この路線は常磐新線と仮称され、2000年まで整備されるべき路線として位置づけられたのです。当時この常磐新線は既存の常磐線のバイパス路線として、国鉄が建設から運営までの全てを行うのが妥当と考えられていました。しかし爆発寸前の国鉄は巨額の赤字に悩まされており、当時は第三セクターでの建設運営も想定されていたようです。その後1987年に国鉄が爆発して、関東エリアの通勤路線は JR 東日本のものに。常磐線などをはじめとする路線を引き継いだ JR 東日本にこの計画は引き継がれていきます。そして同じ年の1987年、運輸省や沿線の東京、埼玉、千葉、茨城の4都県とともに常磐新線整備検討委員会が設置され、翌1988年には当面の間は秋葉原から筑波研究学園都市間とし、建設は第三セクター、運行や駅施設の運営は JR が行うことになりました。さらに1989年に運輸省が示した新たなフレームにて自治体の負担軽減も提案されました。しかし初版の事情により、結局 JR 東日本は運行を行わないこととして常磐新線計画と距離を取るようになってしまったのです。ちなみにその初版の理由についてですが、採算性の予測が悪かったためという見方がおそらく正しいかと思います。 JR が距離を取るようになってしまったことで、1991年に沿線自治体の出資で第三セクターの首都圏新都市鉄道株式会社が設立されます。その後北総線などが拒否の建設費になったことに伴った超高額運賃の影響で運営会社が赤字に悩まされるなどの反省点もあり、国レベルで無利子貸付制度が整えられ、早期開通や高額すぎて利用すら躊躇したくなる運賃を避けて、開業後も円滑な運営ができるような体制も整えられます。なおつくばエクスプレスの運賃についてはこちらの動画で詳しく解説していますので、ご参考にお願いします。その後1994年に秋葉原で起工式が挙行されたことを皮切りに、路線の建設が進んでいきます。ところが地盤や地下水、用地買収などの問題などで工事が遅れ、2000年までの開業には間に合わないことが分かり、工事が進んでいる秋葉原から筑波間は2005年開業に、秋葉原から東京間に関しては今後検討という形になっています。その間の2001年には常磐新線の路線名が一般応募などをもとにつくばエクスプレスと決定し、2005年8月22日の全線開業にこぎつけています。今ではつくばエクスプレスとして JR と全く別の第三セクターの路線として建設運営されており、一見常磐線とは何も関係ない路線のようには見えます。しかしもともと JR と関係があったであろう名残はその路線名にあります。案内状における路線名こそつくばエクスプレスとなっていますが、正式名称では常磐新線となっているのです。これは常磐線と関係がある路線であることを物語っている何よりの証でしょう。また現在でこそ沿線の宅地開発がかなり進行しており、つくばエクスプレスもかなりの混雑が見られるようになりましたが、もし常磐線の混雑緩和目的で
JR 東日本が運営していたとなれば、常磐線の速度向上もなかったかもしれませんし、つくばエクスプレス沿線の発展についてもここまでではなかったかもしれませんね。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって、つくばエクスプレスがもともと JR 線として建設される予定だったことについて、もともとは茨城県南部の宅地開発スピードが激しく、それに対応するために常磐新線として計画された路線がつくばエクスプレスであること、最初は国鉄が運営を行うことが妥当としていたものの、当時の国鉄は拒否の赤字に悩まされており、第三セクターによる運営も考えられていたこと、後に国鉄が爆発して常磐線の運営が JR 東日本になると、建設は第三セクターで運営は JR 東日本になることが固まりつつあること、しかし JR 東日本は初版の事情で常磐新線の運営を放棄し、その理由は採算性の問題であると思われること。つくばエクスプレスは開業後沿線開発が進み有料路線になったこと、つくばエクスプレスの開業で常磐線の競争力も上がり、結果として良い方向になっていると思われることなどについて知ることができたかと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またチャンネル登録についてもぜひお願いします。それではご視聴ありがとうございました。